はい、じゃあこちらにろうそくあるからちょっとないから順番にやってくださいね。はい、お母さんと一緒に、はい、やってください。あともう一個あるよ、もう一個。あのもしライターがある方がいらっしゃったらライター使っていただいても結構です。もう一つあるからね。はい、はい、じゃあどうぞ。風が強いからなるべくね、お込みになるので、難しいですけども、頑張ってつけていただきたいと思います。今日は、ね、さっき辻先生が言ったように、10回目のキャンドルナイトの誕生日だから、皆さんね、10個以上あるけどね。ね、それぞれの思いを込めて、話していただきたいと思います。このキャンドルは今日は、あ、そうだ。はい、僕のお友達の高橋直さんっていうね、キャンドルアーティストの方に、かけました。キャンドルアーティストっていう分野もまたキャンドルナイトからね、そうそうそう、ね、いろんなものを生んでますよね。キャンドルアーティストとしては始めたムーブメントでも、ああ、なるほどですね。いいよ、ゆっくりで、みんなね。このろうそくの間に立ってる、あ、そうそう、これ書いてもらったけどね、これは、これはね、はい、あの9月11日にですね、明治公園です。この頃ビーンっていうお祭りがあって、9月11日、はい、皆さんご存知のようにね、生まれてなかったよね、子供たちはね。あのアメリカでね、すごい大きな事件が起きたんだよね。飛行機がね、ビルの中にね、ドーンとぶつかっちゃって、たくさんの人が死んだ日があって、その日をみんなね、悲しいなーっていうことで、そんなことが起こんないようにしようねっていうことで、ビーンっていうあのお祭りがあってですね、その時にみんなに思いを寄せてもらっているキャンドルです。この絵が描いてるやつはね、うん、全部つけていいよ。全部つけてください、お願いします。難しい。最近ね、ライターはね、大人が使えるようになって、子どもたちにとってはね、ちょっと硬いんだよね。で、このあとキャンドルはずっと灯り続けますが、8時になったらこの東京タワー消えますからね、皆さんね、一緒にカウントダウンしてね、10から9、8って。